そうですね、反転っていうですか。反転って言います。これは今年流行ったアニメの鬼滅の刃の炭治郎の柄と、こっちは禰豆子ちゃんです。皆さんこんにちは、フィーフォアチャンネルへようこそ。今私は浅草にいます。東京の有名な観光スポットである浅草の浅草寺でございます。多くの人が浅草の雷門に集まってますね。でもこの状態はですね、通常ではないですよ。普通はいつも人もっと混み合ってます。今年はコロナ年で大変な年でもございますね。もうすぐ、2021年に参りますけれども、日本人はこのコロナ年、それから来年についてどう思ってるのか、どんな気持ちで、来年に向かっていくのか、ぜひ本日はインタビューしていきたいと思います。では始めましょう。こんにちは。こんにちは。どこから来ましたか？埼玉から来ました。あ、埼玉ですね、はい、東京の近くですね。あ、はい、です。埼玉っていうのは何が特徴がありますか？そうですね、埼玉ポーズですね。せーの、はい、これですね。今年2020年コロナに明けて、コロナに終わってしまう年なんですけども、皆さんは2020年についてどう思いますか？1年が本当にあっという間で、本当に1年だったかなみたいな、1秒に感じました。そうですね、はい。まあ、そうですね、自分的にはまたこう自分新しく一新できるような1年になりました。あ、そうなんですか。もう普段と違った、また違った自分に変われた気がしました、はい。あ、そうなんですか。どんな年でしたか？そうですね、やっぱり一番最初、まあ、コロナ流行りだした時はあまり仕事とかすごいなんか自粛とかになっちゃったりして大変だったんですけれど、今だとあまり なんて言えばいいんですかね、意識はしてるんですけれど、その間でできることとか新しくなんか見つけれるので、また良かったなって思います。あ、そうですか、はい。そうですね、やっぱり晴れの日とか、その結婚式だったり七五三とか、そういったこの日本の伝統的なイベント、お寺参りとか、赤ちゃんが生まれた時のお宮参りだとか、そういったものもできなかったりとか、時期を見送ったりとか、そうですね、そういうこうおめでたいことがこうみんなでできないっていうのがちょっと寂しかったですね。7月に子供を出産したんですけれども。おめでとうございます。コロナ の感染のリスクがあるので、夫が立ち会いができなかったのですね。世界中大変な年なんですけども、2020年に生まれた子供はみんな天才になるっていう予測もあるんですけども、大変な時、大変な時期に生まれた子供たちはみんな天才になります。なんていうのかな、少ないんですよね、大変な時に生まれる子供たち。なのでなんていう、まあずっと珍しい思いなんですけどね。そうですね、はい、こういう時でもしっかりお腹の中で育ってくれて、でしっかり今も無事に生まれて生きてくれてるので、この子は何が来てもこの子はきっと乗り越えられる力を持ってるから、はい、この年を選んで生まれてきてくれたのかなと私は信じてます、はい。そうですね。こんにちは。こんにちは。どんな服なんですか？これは日本の伝統的な反転っていう、冬こたつに入った時とか外に出ると着るもので、中に綿が入っててとってもあったかいです。あったかそうですね。反転っていうですか？反転って言います。これは今年流行ったアニメの鬼滅の刃の炭治郎の柄と、こっちは禰豆子ちゃんです。あ、はい。すいません、今年コロナの年でもう1年中コロナで終わってしまうんですけども、今年何が大変だったんですか？やっぱりコロナで観光客の方が
いないのでインバウンドの売り上げも減っちゃって、うん、そうですね、日本のお客様も外に出ないのでもう通りがガラガラで人が歩いてない日が何日も続いて、そうですね、今はまあ、うん、少し人が増えてたんですけども、もっと減った時もありますよね、うん、今はちょっと暮れで人もちょっと出てますけども、まあこういったあの着物とか着物衣装とかイベントがないから売れなくて本当に大変で苦戦してます。一番大変だったことですか？普通の生活ができなかったってことですね、やっぱり。全然外に出れなかったこと、外出ができなくて、人との交流がなかったこととかですかね。Mọi người có biết là Hoa vừa làm gì không? Khi mà đến chùa Sensoji này thì mọi người khách tham quan sẽ thường táp hương vào mặt và người ta quan niệm rằng là cái khói hương này chính là cái sự may mắn của cái chùa này. Vì thế cho nên là muốn cho đầu thông minh hơn thì táp hương vào đầu này, muốn cho trái tim, muốn cho cơ thể khỏe mạnh hơn ấy thì táp hương vào cơ thể, mọi người có thể nhìn thấy.大変なことの方が多かったですけど、こう余計人との結びつきが大事だなって分かって、こう人との距離が縮まったところもあったので、そこはコロナは嫌だけどちょっと良かったのかなって思います。そうですね、大事なことに気づいたっていうか、その気づきが大事ってことですね。はい、コロナで良かったことは何ですか？そうです、逆に、はい、そうですね、人と接するオンラインとかになって、人の本質っていうものが見えるようになりましたね。オンラインを通じて本質分かるってことですか？そうですね、直接会ってるってやっぱり一つ仮面をかぶってしまったりするじゃないですか。あ、はいはいはい、だからそういうのが一つ取れた、ちょっとした家の様子だったり、そういうので相手のことが分かったりしてよかったと思います。はいはい、浅草はテレビに毎日映るので、心配してくださるお客様から電話があって、久しぶりに話せたお客様とかがいて、お電話で注文をいただいたことが良かったことです。あ、そうなんですか、それは良かったですね。はい、コロナが続いていたら、その来年の生活とか来年 のお仕事とかはですね、どう思いますか？そうですね、やっぱりちょっと仕事のね、やっぱり景気も良くな落ちてきてるんで、やっぱりなくなって、やっぱり元に戻って会社やっぱり発展するように、そういう生活になってほしいですね。みんなが平和で楽しく過ごせるような年になるようにということでお祈りしました。まだまだコロナが続くと思うから、やはりコロナに自分がかかんないように、また他の方にうつさないように、健康に気をつけて、やっぱり今ある現在に対処して、前を向いて頑張っていきたいと思います。やっぱりそのコロナもある程度落ち着いてほしいし、その医療の方々も頑張ってくれてるので、自分たちもしっかり気をつけて来年に向けていきたいなと思ってます。なんか今まで当たり前にできてたことを普通にできるように、普通の生活を送れるようにしたいです。ちなみに皆さんは今学生なんですか？そうです、高校生です。あ、高校生ですか。はい、いい年ですね。はい、ぜひですね、ベトナムに行ってみてください。はい、家族みんなで笑顔で過ごせるのが一番大切ですね。あと健康 で、そしてコロナの収束がね、一刻も早く、世界中で今大変なので一刻も早く収束することと、コロナが落ち着いて皆さんが安心して、こう世界の方々が安心して日本にまた戻って遊びに来られるように、また一新して、またこう新しい自分が出せるようにもしたいんですけど、まあやっぱりこうみんなとこういうふうにこうみんなで並んで歩いてなんか散歩できるような年にはしたいなと思ってます。もしですね、明日コロナがなくなったと、普通に戻られるということでしたら、すぐ始めたいことは何ですか？
そのコロナの時期になってからその旅行っていうのが行けなくなったので、その旅行に、まあ、行きたいところいろいろあるので、そこに行けたらなと思います。まず亡くなったら京都に行きたいです。あ、京都に行きたいですね。ちなみにご出身はどちらでしょうか。は東京です。あ、東京なんですね。なぜ京都に行きたいですか。やっぱりこのなんていうの、和風の感じが好きなので、やっぱりこの和服とか着て京都を散歩したりとかしてみたいです。はいはい、どこに行きたいですか。私は大阪か、あとはやっぱり遠出したくて京都とか、あと外国とかにも行ってみたいです。あ、そうですか。はい、はい、行きたいところがありますか。山形ですね。はい、友人と毎年会っていたんですが、今年コロナ禍ということで会うことができなかったので、友人に顔を見せに行きたいです。コロナが収束したらいろいろ観光したいですね。はい、亡くなった学校行事をやりたいです。やらなかったやつを、例えば文化祭とかイベントの計画を立てて、踊りの発表会とかそういうのを計画したいと思います。町中 の踊りのイベントなんですか。浅草のこの町の、そういうのはないですけど、全国大会の踊りの組織持ってますので、はい、それをまた計画したいと思ってます。あ、そうですね、はい、コロナが早く収束していればいいですね。はい、そうですね、やっぱり、まあ、友達とですね会っていろいろやっぱり会食というかですね、そういうふうにやっぱり友達と会いたいですよね。そうですね、あまり人と接触する機会がもうぐんと減ってしまいますよね。一番初めにやりたいの、はい、すぐ始めたいこと、マスク取って外でみんなで写真撮りたい。そうですよね、今こんな着物の格好でマスク嫌ですよね。自分も友達と集まってめっちゃ写真撮りたいです。そうですね、マスクなしで生活したいですよね。ありがとうございました。では良い年を。はい、どうでしたか皆さん。皆さんの2020年はどんな年でしたか。私にとってはですね、コロナですけども、役に良かったこともあります。ベトナムに出張行かずに、仕事をできるっていうことが非常に良かったと思います。家族とですね、家族と過ごす時間もコロナの おかげで増えるし、大事なことも気づくことができました。皆さんもですね、もうすぐ2021年を迎えますけれども、ぜひ健康に気をつけて、良いお年をお迎えください。ではさようなら。チャンネル登録忘れないでくださいね。バイバイ。Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy comment và đăng ký kênh để xem video của Hoa vào mỗi tối thứ bảy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.